アルゴストリあるいはアルゴストリオンは、ギリシャのイオニア諸島、ケファロニア島の首都。ケファロニア市に属する行政区であり、その中心地区である。1757年までは、ケファロニア島の首都は、アイオスゲオルギオスであったが、アイオスゲオルギオスの人口が減少し、交易に便利な位置にあるアルゴストリの町が次第に、交流した。 ギリシャでは最も活力のある港町の一つとなるまで発展したが、1866年から1999年にかけては国境がしばしば変わった。1997年に施行されたカポディストリアス法によって町の周囲の集落とともにアルゴストリ市を形成するに至った。アルゴストリ市街の東部湾の端にあるセイゲオルギオス城の下には、 クタボス型が広がっていて、赤ウミガメが餌を食べる場所となっている。クタボス型は、現在は、自然保護のためだが、かつては、蚊やマラリアが発生する沼地であり、通行不可となっていた。イギリス人のケファロニア島総督であった将軍、チャールズ・ジェームズ・ネーピア卿は、スイス人技師のコローネル・シャルル・フィリップド・ボセットを招き、1813年に、 木製の橋をくたぼす型の上に建設した。4年後には石像のアーチが付け足され、さらに26年後には橋全体が石像に作り替えられた。2005年までこの橋はずっと使用されてきたために、ギリシャ文化省はこの橋を補強するために使用不可とした。ドレパの橋の中間に立つと、この石像の橋が見られる。 アルゴストリの市街から西へと続く海岸沿いの道は、ベネツィア共和国統治時代には、ピッコロギロと呼ばれていた。この道に沿った場所に、カサレブサで、縁の穴と呼ばれる現象が起こるところがある。海水が地中を潜って、島の下を通り、別の場所から湧いて、メリーサニコに出る現象である。この海水の力は水車に利用されてきた。さらにこの道を進むと、 聖テオドロスの灯台という、教会の横に建設された灯台がある。一般には、ファナリ灯台と呼ばれ、1829年の、イギリス統治時代に建設された。1953年の地震で、元の灯台は破壊されたが、現代になって再建され、通り屋敷の円柱を取り入れた構造になっている。メリサニコ聖テオドロスの灯台アルゴストリシは、以下の町村からなっている。 アルゴストリ周辺のマチクタボス型とドレパの橋の間には新設されたバス停があり、他のケファロニア島内の町や集落だけでなく、アテネやパトラといった都市とも結ばれている。また旧バス停には、アルゴストリとパトラを結ぶ水上飛行機が往復する。アルゴストリ港には、本土のカストロキリニアザキントスジへの航路が結ばれている。ありがとうございます。